ゃねです。ゆうちゃん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 と遊ぼゲームじゃ。はい、ほるちゃんです。はい、あのね、あれからさ、はい、3割5分まで落ちました。はい、めちゃめちゃ負けた。そらね、まあ、コールドで勝ち出しとったら負けるんよ。続かん。そして、めちゃめちゃ抑えられた。いや、調子良かったやろうな。4割超える直近30戦。いや、3割5分まで落ちるとは思わんかったな。いや、まあまあ、プラチナ3では維持はしとんやけど、まあ、プラチナ3の維持って、10戦中4勝6敗。だから負け越してもいいよ、多分。やったと思う。か、まあ、5勝5敗。半分ぐらいやから。まあまあまあ、それはね、まあ勝ったり負けたりなんやけど。ただ、毎試合4本以上打つっていうのがちょっと俺の中でも厳しいというか。やっぱ4本目指しとったら4本無理だな。3本の時もあるし、みたいな。それで言うと、あれかな。1試合に、まあ、5本、6本。その辺を目指しとかな。あかんな。シュートか足速いもんな。出したくないな。フライ打ち上げてほしいな。さあどうだ？これはフライを。OK。三振がでかい。お、これもしかしてホークス純正ですか？ホークス純正の方？ラッキー。この初回はツーシームとパワーカーブでなんとか押し切りたい。で、次の回にスラカットを見せていきたい。どうかな？あぶねー。オッケー。はい、アウト。目指せ5本だな。1試合5本。じゃないと4割超え。4本やったら4割ちょうどやから、それより下回ることもあるんで。1試合5本常に行きましょう。ボール石川か。今の行ってもよかったな。パワーカーブあるもんな。ボール、いつパワーカーブ使ってくる。ここか。パールでよかった。あぶねえ。さあ、3ボール2ストライク。オッケー。1番バッター最高やないか。3ボール2ストライクまで行ってヒット打つと最高の一郎だ。最高の一郎。行こう。いやー、さすがに盗塁は無理だな。無理でしょ。無理でしょ。やらん。成功するって分かったかな。やらない。はいはいはい、気使ってますね。いいよ、一郎これがあるからいいね。あっ、ディメーゲッツ食らうとこやったって。うわぁ、おぉ、よかった。手出んかった、今の。あっ、はい、集中。OK？ はい、まさたか。恐怖の2番でした、まさたか。あざす。で、バースが続く。あと3本。オッケー、ヒット。あと2本。いや、もう楽しみ方が違うくなってきたけど。1試合5本以上ね。あ、ゲッツークラブ。最悪。オチの愛、行こう。もったいないな、今の。もったいないな、ゲッツーはもったいないな。オッケー、落ちの合もヒット。打線いいわ。いや、4割は超えなあかん、マジで。惜しい。あ、ツーシームやと思った。ツーシームにしか照準合わせてなかった。うわぁ、ビッタビッタ。まあまあまあ、4本ヒットは OK でしょう。で、ここから
スラカット、使っていこう。こう見せといて、こうカット見せといてのスライダー。はい、ボール球なんですよ。オッケー。このスラカットね、翻弄していこう。これ引っ張ったらオッケー。で、たまにね、対角線上のね、まっすぐ。うぃ、詰まる。このスピード差。いいですよ。さあ、カットボール、これボール球振ってくれ。スライダーだと思って振ってくれ。わーお。マジか。アマスラカットやな。うわ、カット叩かれるね。マジかよ。やばい、あとワンアウトやのに野球はツーアウトから、やばいな。やっぱパワーカーブ攻めかな。 OK、 ありがとうございました。 OK、 床田さんか。まあまあさっきぐらいね、打てたら勝てる率が上がってくる。 OK、 勝率5割やって。勝率5割ってことはやっぱり5勝5敗って感じなんで、まあプラチナ3は維持できるんやけど、いやー打率上がらんよな。やっぱ6割7割欲しいな。6割7割やったらかなり上手い人なんやけど。さあ、所さんからヒット5本いきましょう。いやー、引っ張れ。うわー、マジか、振り遅れか。オッケー。修正します。はい、ツーボールワンストライク。こっから、はい、スリーボール。オッケー、修正しました。ありがとうございます。これがスピカイバースなんです。ありがとうございます。はい、ボール、あと4本ヒット打たなかんねん。惜しい。 OK、 引っ張ったり引っ張ったり引っ張ったり、引っ張れてるなら OK です。 OK、 ありがとう。あと3番ヒットがいる。惜しい。 OK、 引っ張れたら OK、 引っ張れてるなら OK。 オッチの愛さん、いきましょう。いやー無理だな、今は俺多分ボン出せる。いやマジかー、惜しい。オッケー。今2本のヒット、あと3本やね。OK、 行きましょう。あと3本。おい、1本目。オッケー、1本目。あ、田村さん何も出てないので、まあまあ、それはね、あっちも広角もまだレベル3とか1なんで、それは出んよ。うん。はい、ギータ、全出し来い。あ、来た来た。まあ。レッツボールのまま、ゲッツーは最悪。オッケー、ゲッツーでした。待って、あと1本ヒット打たな、俺4割届かんのに、そんなことする？代打の岡本、小宮山さん、ああ、岡本和真、行きましょう。まあ、ここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね。ここは踏ん張りたいところ。切れていきます。ファウル。オッケー。
オッケー、とりあえず4割乗った。あと1本危ない。ここですよね。ここをどう打ち取るか。そうですね。ここは踏ん張りたいところ。いや、西、ここで追加点でいったらね、大きいガイドラ広角が出る。タイピン。ああ、ボール。ありがとう。ありがとうございますね。煽ろうとしてて、やばかった。はい、オチノアイさんセカンドへ。ゲイ、勝ちは勝ち。はい、ということで、まあまあまあこんな感じでね、頑張ってバッティングを上げていきます。はい、どう、上手くなったでしょ。ちょっとはちょっとはちょっとは変わったでしょ。うん、まあ、ちゃんともう一回ね、4割乗れるように頑張るわ。1回のまぐれじゃなくて、うん、1回はまぐれがありえるから、2回やったらまぐれじゃなくなる。 OK。ちなみに今はそんな簡単には上がらんか。バック打ちしてないし。3割7分頑張ります。